多分あの彼らはね、はいはい、あのその南無法蓮華経が、はい、あのそれぞれ違うっていうのも多分理解できないと、みんなそうですよ、思いますね。私も、うん、もう本当に豊田さんのね YouTube を見させていただいて、うん、その日蓮宗と一蓮宗宗の違いも全く分からなかった、うん、いや大体がそうですよ、あの全然相反するじゃないですか、はい、調べていけばね、まあそあのまあ、ここがねあのちょっとあの誤解もあるかもしれませんけど、うん、あの我々神道系ってそれがないんですね、うん、つまり天照総御神は1で、うん、まあ、八幡堂大菩薩を拝んだら罰が当たるよとか、うん、地獄に落ちるよっていうのはないもんですから、うん、なんて言うんでしょうね、まあ、おおらかといえばおおらかだし、うん、まあ、逆に教義行程がないからでしょって言ったらそのままなんですけども、うんうんうん、今日まあいろいろちょっとあとでまた質問させていただこうと思ってますけど、はいはい、あの展開のこともちょっともう一回ちょっと教えていただきたいなってことがありましたので、うん、あ、でもどうしましょう、流れとしてはあのまずじゃあせっかくだからこう彼らの今度はその今まあ大体略歴とね、はい、あの 概略を話してもらって、今度はその日蓮召集をしたことによるそのまあ、どうしてもやっぱり味わっていただきたいという命はもう僕らは強いわけですね。それはいろんなことで皆様妨げがあるなり、まあ、関心がない、あるいは、まあ、あんまり 深く勉強してない、いろんなことで、あるいは今それこそ神道の、まあ、系列にいるとかだけど、そうであるけれどもみんなもそれなりに違う宗派をやってたけども、日蓮召集をやったことによってこういうやっぱりそのありがたい体験というかね、うん、ことがある。まずそれを一つね、あの一通りこう、まあ、お話ししていただければなっていうのがあって、じゃあ、はい、